はいどうも、ルーでございます。イドラファンタシースターサーガやっていきたいと思います。はい、先ほどはね、ゲルダのね、登場アップデートのご紹介をさせていただきました。見てくださった方、本当にありがとうございます。で、今度は先ほどの動画で、お伝えした通り、列伝をね進めていきたいと思います。真剣勝負の始まりだ。まあやっぱり目玉からいきますかね。ジャスパー。一応スキル見ときますか。ぶった切り分身までは一緒ですね。これって分身ってさ俺いつもね思うんだけど、ジャスパーが分身して攻撃を回避したりとかしたところって見たことないんだよね。いつもすぐ死ぬんだよね。どうなんだろうね、分身って役に立つのかね。で酒場合唱拳、この攻撃で倒した敵1体につき自分のスキル使用感覚が一時短縮、自身の残りのヒットポイントが少ないほど余裕面が最大 50% アップ。悪くないですね。しかも2体攻撃できる。使用感覚5ターンだけど、使うと4ターンになるってことだよね、きっと。でアインスブレイド、デメリット、いきなりデメリットって書いてあった。攻撃後自身の素早さが 90% ダウン3ターン。この攻撃で敵を倒した時自身のスキル、結構あれだね、メリットのメリットと、デメリットが共存してるスキルのスキルなんだね、全部ね。でカオスの方を見ると総人合唱拳、自分が分身状態の時攻撃回数が1体増える。なるほどね。この攻撃で、倒した敵1体につき自身の、これも一緒だね。うん、これ魅力的だね。分身した状態だと、すいませんウィルキンソン思います、分身した状態の時に攻撃回数が1回増える。ただこれもランダムで、2回、敵ランダム2回攻撃ですね。ロード・オブ・カオス、デメリット攻撃後、これは一緒ですね。でもあれっすね、エレメンタル・ブラストはローの方が強くないですか。これいいね。じゃあロー行こう。俺カオスで作ってるキャラ結構多いんで、ジャスパーをローにして、ローの、火力も上げていきたいなと。でその代わり、今後作っていくキャラクターもカオスにしていくキャラを増やそうかなとは思ってます。まあ、誰よっていうのはまだ決めてないんだけど、まあ今のところカオスで編成したいのは、まあユリーだよね。でステラでジャスパー入れるとアンナのアンナマリーの入れる場所がなくなっちゃうんで、まあ、もしかしたらアンナをカオスに戻すかもしれないです。でクーナはやっぱり突数増えないとちょっと使えないんで、まあ、放置ですね。であとはまあさっき手に入れたトールなんとか、あいつが強いかどうかによってあいつを入れるかどうか考えますかね。そうじゃなかったらまあゾラとかそこら辺を入れたいかな。まあどっちにしろ属性によりますけどね。だからいろんなキャラクターのレベル上げたり運命分岐進めたりしてるんですけど、とりあえずジャスパーカオスじゃなくてローにさせていただきます。
ヤもおるか。ニュートラルのキャラってマジ使いやすいよね。ちょっとジャスパー連れてこうかな。新たなジャスパー一家。まあそうだよね、ローになるわけだからね。今までずっとカオスだったのに。え、白妖騎士団を抜けてもう、え、白い頭だ。あ、でもこいつジャスパーベータなんだね。これってこんなストーリー見しちゃっていいのかね。この先だってね、えジャスパーが抜けるってことは分かっちゃうじゃん。フッ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 ちょっとイドラ変幻自在コンテンツ少なすぎませんか。ラストメルシス。なんかほぼイドラバトルをやることしかないですよね。全部育て終わっちゃったらもう何今んとこ何したらいいか過ぎるとよくわかんないなってところはあるんですけど。俺の出番だね。タイミング的には一ヶ月おきぐらいに来るのかな。俺を見切れるか。渾身の力を込めてクエイクベッド。俺はファンタジースター好きだし、あのキャラクターファンタジースター自体のキャラクターもたくさんいるから。今後追加されるであろうキャラクターっていうの想像がつく部分もあるんですけど、まあ、クーナーがやりてるね。誰でももう一人の自分が心の中にいる。ツインブレイド。まだダークファルスもいないし、でもただ今のままだとダークファルスがラスボスって言われてるような思うんですよ。そこら辺なんかもうちょっともう一ひねり欲しいとこです。ただ俺は嫌いになったわけではないです。やっぱり正義の行く末は今示された。キャラが揃えばね、イドラバトルもアダナス的に戦い方が変わってくる。裁きの炎を今レオが減ってきてて、デミーとあとデミーと、アリエスかが増えてくるから、まあ、そこに対応できるキャラクターを育成するのが まず一番目標ですよね。ジェミニーには全然なんですよ。風属性育て始めてからはアリエだ。仲間ってのはだいぶいいもんだな。なんだろう、スコアを出せるようになったんですよ。
まあ話的には悪くないですね。ただこれだとジャスパーがいなくなっちゃうのかなっていう気がして、もう一つの人格が顔を出したが、俺がジャスパーであることに変わりはない。人は誰でも複雑で豊かな心を持っているものだ。うん、俺はどっちかというとスキルはローのスキルが気に入りましたね。なのでリクエストを最初いただいて、どうしようかなっていうのは正直迷ってたんですけど、今ではローにしてよかったなっていう。今日はまあこれで終わりにしようかなと思うんですけど、まあ、次回はね戦ってる姿とかお見せできるようにできたらいいかなと思っております。で今後もねキリオンだけ持ってないんだけど、まあ、他のポポプリンとかだったりベルンハルト、まあ、ブーザー、ここらラナ、ここら辺のまだ運命分岐してないキャラを、運命分岐していく動画を作っていけたらなと思っておりますので、もしよかったらね、ご期待ください。で、持ってないキャラクターも絆レベル上げられるじゃないですか。なので俺今グスタフはもう一番上まで上がってるんですよ。なのでキリオンも上げていこうと思ってるし、サンタローザリンでも上げておこうと思ってます。いつ手に入るかわからないけどねはい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。ジャスパーをローにしてみたの動画でした。またねー、バイバーイ。